ファンタジーってやっぱ現実にないもの、想像力だけで描くっていうのが好きな世界をね、こうイメージ膨らませて、あのなんかビジュアル化するので、すごく自由な気持ちになりますよね。このゲームというのは光と闇と、それからあのフェアリー、妖精と人間で、まあ、あのいろんな国の人が戦うという、それでこう、まあ、ワールドカップみたいなもんですよね。もう本当にあの光も闇も人間も妖精もあの一緒になって戦うと、それでその目指すものがそのカップをもらうということですよね。だから西洋風に描こうとはしてるんですけども、あのどうしても東洋的なものが出るんですね。中間にいるのかもしれないです、西洋と東洋の中で。新しい世界観ができればいいなとは思います。ただまあそんなにつながっているとは思うんですけど、今まで僕のやったやつと。なのであの、まあ、それはすごいこうどうなるかっていうのは自分でもやってみないとこう出てこないので、そういう楽しみは ありますね。ビッグバンみたいな形で、ビッグバンというのはどっちかというとその点からこう広がりますよ、わーっと。その逆で真ん中に集中してくるみたいな、そんなようなイメージで描こうかなと思いますと。なので、まあ、そこの点というか、その集中するのが多分その大会かもしれないし、そこの真ん中にビッグバンの最初が、まあ、宇宙の始まりみたいなのがそのカップなのかなって気もちょっとするんですけども、それを目指してこう世界のプレイヤーが戦うっていう、そういう対戦ゲーム、チームプレイというかそういうのがあると思うんです。一人じゃなくてね、それぞれの役割があるかもしれないし、みんなで協力してこうそれぞれの能力とか役割があると思うんですね。それな、なんかこういろんなことをやるのが勝利につながるというか、一人ではできないけど5人ならなんかこう勝てるみたいなね、そういうことをそれぞれこうコミュニケーションすごい大事ですよね。個人の能力だけじゃなくて、それをこう生かしてそれぞれがこう戦うというか、一緒にやるチームプレーですよね。もうオリンピックないかもしれないしね、これから楽しみな世界ですよね。よく考えたら、e スポーツっていうのも反射神経とかいろんなものを使ってね、能力をこう発揮して競うわけですよね。だからそれはそれでこれからどんどん増えていくのかなとは思いますね。世界各地の選手の皆さん、今回のアリーナ・オブ・バローワールドカップ、頑張ってください。